まあ、やっぱり世界のサッカー見ない人も見るようなお祭りの大会だと思って、その中で日本がしっかり結果を出せるように、まあ、いつも通りのプレーができればいいのかなと思います。まあ、怪我をしていいとは良かったとは思ってないですけど、怪我をしてこうサポートしてくれてる人とか、リハビリの仲間とか、そういう人たちと出会えたというのは自分の中ですごくいい経験というか、改めて考えさせられることだったので、その人たちのためにもワールドカップで何ができるか、どうしても勝負事なんで勝つっていうことを約束はできないんですけど、しっかりいい準備をして、表の力を出し切ることは約束できます。普段通りいいプレーができればいいかなと思います。まあ、やっぱり代表、今の代表は点取れる人が取るとチームもやっぱり勢いに乗るんで、まあ、どういう形でもいいので、まあ、僕らの仕事はそういう人たちの足元にいいボールをぶつけることだと思います。チームとしても誰が点取ってもいいですし、本当に10人、11人で戦って守って攻めるっていうプレーをしたいなと。